化粧はみんな自分一人で描いてはるんですけども、約うちも1時間くらいかけて毎日おこしらえをさせてもらってまして、下地が油やので油を丁寧に塗って練りおしろいっていうのをお水と刷毛で溶いて塗って、そこからおびにで眉毛とか目に赤を入れたりさせてもらってますね。 So the third question was her makeup. So for kimono, there are male specialists to help herwear the kimono, but for makeup, the Maika-san will do it for herself, and then it will usually take hours because there are few processes to complete this beautiful face. はい、ありがとうございました。それではこれをもちまして第2部のマイコ舞台を終了させていただきます。本日はマイコ舞台ご観覧いただきましてありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。市川さん、どうもありがとうございました。